久保さん、<laughs> あのこの前ですね、新しく、あのモデあののルーターを買いまして、こう今まで使ってたやつ、これなんですけど、これね、今からちょっと使わなくなったんで、売りに行こうかなと思います。売りにね。はいまあ、ただ、それだけなんですけど。 まあ、あの僕ね、うん、あのルーターは 2, 2、3年、2年ぐらいでこう更新するんですよ。で、この無線ルーターって本当にね、まあ、昔僕、<laughs> そんなに意識してなかったんですけど、こ全然変わるんですね。で、その時代の流れというか、時代の進化、テクノロジーというか、あこんなに変わるんだみたいな、本当に体験。だから、もしね、仮に5、6年前の無線ルーター使ってるんだったら、今の入れると、 まあ、当たり外れありますけど、全然違うと思います。体感速度が。こんなに時代変わるんだな、みたいな。まあ、何が言いたいかっていうと、結局、古いもの、古いものを新しくしない限り、あの、なんだ、もちろんね、古いものには古いものの良さがありますよ。キット。キットとかね。ね。まあ、あれは、ナイトライダー、キット、古いけど、いいものあると。だけど、 あのー、新しくアップデートしないといけない部分もありますよ。うんた例えばネットビジネスやるんだったら、いやネット回線ってまあまあ重要なポイントだと思うんですよ。YouTube やるにしても、まあ、今はないですけど、YouTube やるっつっても、なんかあの全然再生されない遅いみたいな、ね、ネット回線だったらきついじゃないですか。だから久保さんとの,このやり取りもできるのもすぐアップロードできるからなんですよ。もしこれね、 すぐアッ,プアップロードに5時間かかってる。アップロードに10時間かかってたら、このやりとりできないですからね。この切レできないですよ。なかりますうん。だから、その、スピードが速いからこそ、あの、できることであり、そのスピードを速めるっていうことは非常に大事なことなんじゃないかなと。お金を稼ぐスピードも大事ですし、なんか全てにおいて、その、すぐやるっていうスピード、行動に対してのスピード。 もう大事ですし、あの、ま、なんでかっていうと、時間ないんで、時間ないんで、うん、今日もね、もう5時になるか、今日も終わっちゃいますよ。あっという間ですよ。だから、どん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 時間はなくなっていきますから、稼ぐスピードを上げた方がいいんじゃないかなと。うーん、なんかその、 1>, 1年でも2年でも本気でね、ネットビジネスやって、あのー、何も変わらないってことは僕はないと思いますね。少なくても、久保さんの動画見てるんだったら、久保さんは3年間本気でやったら1億なんですよ。まあ1億と言わずしてもね、まあ何かしら変わると思うんで、本気であれば。僕は断言して言いますけども、久保さんのやってきたことを知ってるので、久保さんの量をやってね、何も稼げませんでしたっていうことはまずありえないですね。 ありえないですうわさしてません誰か久保さんどうですか僕と久保さん俺と同じ量をやってね稼げませんでしたっていう人出ると思います久保さん多分ないですよねじゃあその量をどれぐらいのスピードでやるかですよじゃあ久保さんがやった量を40年で分割したらそんなに大した量じゃないですよそれを3年でやったから結構な量になっただけでねまず凝縮グーってやったからすげえ量に見えるだけですよ じゃあ動画もね、1万本をも,もし100年生きたとして、100年で1万本だったら割ってみたらそ,そんな大したことないですよ、たぶ <laughs> ん。だからまあ、あのー、人生はステージごとにもうお金も使える金額も時間も使える時間もどんどん価値変動します。価値変動が。わかります今使える金、お金も、えー、将来使えなくなります。 久保さんが親孝行の話で昔言ってましたけど、親がね、そのもうこ,んなこんな飯食ったらもう中いっぱいみたいなね、昔はいっぱい美味しいご飯食べられたけど、年、ね、取るとね、胃袋ももうダメで、霜降りの肉とかもね、まあまあ食えなくなったりとかね、美味しいものも食えなくなるわけですよ。だ全部その転換できなくなるわけですよ、お金を稼いだとしても。だから、早くお金稼いで、早くあの価値をこう転換していかないと味わえないですよね。う だから、今のお金の価値と、あの、80歳、病院の酸素マスクしてる時のお金の価値っていうのは全然違います。全然全く違いますよ。だって、酸素マスクつけ,つけて、ベッドから、うん、その、起き上がれない状態で、ね、10兆円あったとしても、そんな10兆円使えないですからね。使えます。まあ、よくね、死んだらお金は持っていけないみたいな話はありますけど、<laughs> 本当まさにその通りで。 お金の価値っていうのは変わるわけですよ。自分が使える価値、価値がこう交換できなくなるわけですから。うん。だから結局交換できで、あとはその時間の話もしましたけど、交換できる時間がなければ、お金いくらあっても年収1000万あろうが年収1億あろうが、それを転換できる時間がなければ、うん、意味がないというかね。 だからまあ秒で動けってことですかね。秒でいてらっしゃい。